はい、ドリームダンサーマリハラです。ドリームダンサーのこちゃん、ヘアです。お願いします。お願いします。スナップスローで投げれるんですけど、うん、強く放れないんですよね。あー、なるほどね。はい。まあ、スナップスローって基本的には野手が送球の時に使うのが、まあ、主なんだけど、はい、まあ、大体ステップしてるからさ、はい、動いてる中でのスローイングだから、はい、その流れに乗ってしまえば大体一塁まで届いちゃうんだよね、はいはい。まあ、でもこういう、まあ、俺がよくやってるようなアンダースローとかでスナップスローをやるってなると、はい、その勢いが使えない中でのできる限りの強さのスナップスローが必要になるから、はい、まあ、確かに強く投げる必要はあるね、スナップスロー。そうですよね、うん。なんかコツってあります？コツというか練習法、うん、ある。あります。ある。それを今回ちょっと教えていただきたいです。わかりました。はい。ドリームドア、いきます。もちろんもちろん。なんか抜けやすいもうそれあるね、うん。じゃあその中でできる限り強いスナップスローやってみてもらっていい？わかりました。ああ。スナップスローになってんのかな？もうこれが限界です。なるほど。ドリームドア。やっぱり世間的に言うスナップスローのイメージって投げた後に手が前で止まるっていうイメージあるじゃん。あります、まあ、なんで前で止まるかっていうと力を入れるポイントが、はい、リリースポイントまでここのレーン、はい、うん、リリースポイントに向かってここに力を入れていくんじゃなくて先に入れてここから入れ始める感じだと前に止まるのよ。はい。おお、すごい。前で止まるでしょ。はい。でこれがやっぱり前に止まらずにこっちにフォロースルーができてしまうやつは、はい、リリースポイントに向かって力を入れちゃう。だまずはしっかりここのレーンに入れるっていうことが大前提。おお。普通だったらさっき言ったようにステップ野手は特に入るから、はい、流れの中で投げることができるんだよ。はい。流れの中でこういう感じで、はい。じゃあ、まあ、アンダースローのピッチャーがスナップスローを使うときにそういう力ってできないじゃん。はい。じゃあどこで力を生むかって言ったら効率なのよ。体が回ってそれに伴って肩が回って肘が回って手首指先に伝わっていく。ここがスムーズにバン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 って伝わっていくと強い球が投げれるんだけど、はい、これを養う練習法があります。はい。ドリームドア、片膝ついて、はい、もう一つを前に投げる方向に向けて足を出す。でここからこのテイクバックを取った位置、テイクバックっていうかあれだね、トップの位置、ボールが頭の方によってここから投げていくこの形、はい、大体は体の反動を使って投げるのよ。こういう感じで、はい、じゃなくてこの練習ではピタッと止まったこのゼロ、ゼロから一気に100に持ってくる。はい。まあ切れ出しみたいな感じかな、うん、ちょっとやってみるよ。はい。このゼロの状態から一気に100に。これってお任せが効かないんだよ。勢いの中で投げるとその勢いが使えるからある程度のボールって投げれちゃうんじゃん、はい、でもこれは下半身が使えない状態だからもう完全にこの上半身の連動だけでボールを投げてる。ちょっと質問いいですか？どうぞ。連動の順序っていうか順番、うん、この投げるときにどっから動いてっていうのって、うん、
うん、肘先行ですか。肘先行ではないんだよ。肘先行ではないんですか、うん、イメージは、はい、意識は肘でいいと思うんだけど、はい、結局体から順番になんだよね。あー、なるほど。指から遠いところから回す、はい、体が回っ、だからまだここの肩が置いてかれてる状態、はい、体が回ってそれで肩が来て肘が来て最後に指先、体から回って、うん、もう一回いくよ、はい、肘意識だけど結局は体から回ってるはず。でこれができるようになると、はい、こういう流れの中でのスナップスローの中でも力が出るようになる、はい、この0から100って結構キレがいるんだけど、うん、この流れの中でもここで使えるようになる。まずより強いボールが、より強いボール。じゃあちょっとやってみるよ。はい、じゃあまずあんまりキレを意識せずに、はい、流れで投げるスナップスローね。はい、こんな感じ。はい、ここ意識するよ。はい、大きな違いではないんだけど、はい、このちょっとの力の入れ具合で 2,3 キロは変わると思うんだよ。はい、同じフォームに見える中でも 2,3 キロ差が出るっていうのは大きな違いだと思うんだよ。でかいですよね。バッターからしたら差し込まれたりするから、はい、こういうちょっと勢いを使って投げるっていうのはごまかせちゃう、うん、ごまかせちゃうからちょっと自分でやってみてほしいんだよ。スナップスローで練習してる人、はい、こういう体をしっかり固めた中でも強いボールが投げれるのかどうか。はい、こういう感じ。おー、ナイスボール。これを練習してもらうと体の連動性は上がると思います。よりスナップスローが強く投げれると。強く投げれる。おお、ぜひともやってみてほしいと思います。はい、ドリームドア。もう弱いね。弱いですね弱いね。弱い。これを練習すればおのずと強くなってきます。あのね、自分の中でコツがつかめてくる、はい、動かし方の。ああ、なるほど。うん、いきます。うん、やっぱ弱いね。どこが弱いんだ。何が弱いんだ。ちょっともう一回やってみて。はい、あー、なるほどね。腕しか使ってない。腕しか使えてない、うん、上半身が使えてない。体のこの、うん、そんな大きくは動かないんだけど、やっぱり指導最初に体の軸が回り始めるから、はい、腕がちょっと引っ張られてそれで加速していくんだよ、はい、そうそうそう。その最初の腰のクイッていう動きがない。あー、腕だけでこうやって。そうそうそう、腕だけでやってる。練習が必要ですね。要練習ですねご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。
興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。